ちです。ああ、ほらほら、この子なんです。はい、ああ、そうですね。四、うん、キロぐらいでしょ。そうですね。はい、こんにちは、酒井です。深澤です。今日は第2回ペットショップあるあるを皆様にお見せしたいと思います。これね、第2回なんですけれども、第1回もあの動画でありますのでね、そちらもぜひご覧ください。それでは早速見ていきましょう。はい、バーバです。あ、はい、あ、あーすいません、うち雷さんが置いてないんですよ。すいません、失礼いたします。すいません、はい、このお店にウサギちゃんはいないんですかね。ウサギですか、ちょっとうちは犬猫専門店なので売ってないんですよ。この前まで売ってなかった。いや、売ってない。本当に、はい、もう15年は。あ、そう、はい、そうですね。どこ行けば売ってる。そうですね、あの8号線のお店とか。ああ、あそこに。あ、分かった分かった、ありがとう。すいません、ありがとうございます。はい、あれ、うちはやっぱり犬猫専門店だからっていうところがあるんで、うん、あ、そうね、ちょっと普通のね、オールペットって呼ばれるような熱帯魚とか鳥とかね、小動物、爬虫類扱ってるようなペットショップさんではよくわかんないというか、全部あるからね。そうですね、ありますよね、うん、そうなんですよ。うちは犬猫専門店なんで、うさぎとかカメとかグッズも含めて一切ないんですけれど、ペットショップっていう一括りそうなんですよね、多分思っちゃうんですよね、うん、見た人は。そうだから、うん、俺らが悪いの。いや、悪いというか、まあ、やっぱ勘違いしちゃうんで、ね、あ、そっか。じゃあどこ行けば売ってるのって聞かれるんですよね。そうですね。でそれについて、もういつもちょっと困るっていうとあれなんですけど、ああ、うん、あの本当にさっきの動画みたいに、あ、一応あそこのあっちの方行ってもらえればこういうペットショップあるんでそこにありがとうみたいな感じで、あ、言われるんですけど、あ、どうもどうもありがとう、こっち村もこそみたいな感じなんですけど。こんにちは。あ、こんにちは。かわいいワンちゃんですね。ありがとうございます。何ヶ月ですか。今2ヶ月です。あ、2ヶ月ですか、はい、じゃあコロナワクチンとかはまだ全部受けていらっしゃらない。もう1回は終わってますよ。あ、じゃあまだ全部は終わってないんですか。あ、そうなんですね。もうでも見た感じで、あ、あの子は多分2、3ヶ月だなって、うん、そうなんですよ。やっぱね、めちゃくちゃ小さい、可愛いんですけどね、可愛いんですけど、めちゃくちゃ小さいんで、もう見れば大体もう、あーって思いながら声かけるんですけれども、基本的に混合ワクチン、子犬の時期は2本、もしくは3本打つような子が多いんですけれども、混合ワクチンが終わってからでないと基本的にはあんまりお外に出すこと自体をお勧めしていないんですね。結構ね、それ知らなくて、もうとりあえずもうワンちゃん可愛いし、いろんなとこ一緒に連れて行きたいしっていうことで、まあ、うちみたいなペットショップも連れてきちゃう。例えば抱っこして、うんうん、家の周りの近所をちょっと歩くぐらいとかは、それぐらいはいいと思うんですよ。そうね、それはね、問題ないと思うんですよ、うん、ただあの、ね、他のワンちゃんとか猫ちゃんとかが集まる場所が、うん、要はもうこういうペットショップとかドッグランとか、まあ、そういう場所っていうのはやっぱりワクチンがね、ちゃんと3回とか2回全部終わるまでは、うん、我慢した方がいいかなと思います、ね、ああ、そうなんですよ、はい、すいません。はい、うちの子に合うお洋服探してるんですけども、サイズありますかね。サイズですか、今日ワンちゃんって連れてきてますか。あ、連れてきてないんですよ。本当ですか、体重ってわかりますか。体重はね、5キロぐらいじゃない。違う、こんなにないよ。こんなない、4キロ。あ、体重は4キロないかもしれない。じゃあなんか首周りとかお腹周りのサイズ。いや、わからんね。わからないです。あ、写真、あ、写真がある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 。写真。ああ、この子なんですよ、はい、ああ、そうですね、うん、
4キロぐらいでしょ。あの本当最後の写真を 見せてくれるんですけど、そうそう、やっぱ分かんないですよね。分かんない写真ではね、やっぱりね、お洋服見られるときはできればワンちゃん連れて一緒に連れて行ってですね、試着とかをしてもらった上で購入検討していただけるのが、まあ、一番確実かなと。だってね、人間の洋服でさえ、ね、SML、XL とかね、まあ、大きく分けて4種類、5種類とかですけど、はい、犬の洋服ってもう大型犬まで入れたら15サイズとか20サイズぐらいになっちゃうんで、意外と結構シビア。あと洋服の素材によってはね、そう、全然伸びない服とかレインコートなんか特にもう本当にシビアなんで、もう試着必須ぐらいの感じの、まあ、洋服もあったりはしますね、中には。このメーカーさんだったらうちの子 L サイズとかね、そういったのは、まあ、1回2回ね、お洋服買えば分かってくるとは思うんですけれども、これメーカーさんによっても結構あのサイズ感覚違ったりもするんで、あのメーカーだったら M サイズだったけど、こっちのメーカーだったら L サイズっていうこともありますので、その点もちょっとご注意ください。はい、どうされました？うちの子アレルギーなんですけれども、はい、アレルギーの子でも食べれるやつってありますかね？その何のアレルギーかとかはわからないんですか？ちょっとわからないんですよね。じゃあ、 あの血液検査とか、はい、そういったものもしてない、はい、ああ、そうですか。アレルギーがあるのは分かってるんですよ。なんとかアレルギーが出ないようなおやつを探してるんですけれども、わかんないんですよ。まあ、多分、うん、フードでもおやつでも、うん、アレルギー対応っていうのが中にあったりするんですよね。うちはそんなに置いてないですけど、でそれを見ると、あ、これはもうアレルギーのワンちゃんにはもう絶対大丈夫なんだっていう風に見えちゃう。あ、思っちゃうんだね、お客様からしたら。だからそれを見てると、じゃあうちのお店にあのおやつ買いに来た人が、あのアレルギー対応のおやつないみたいな、あの多分そういう感覚なのかなって思ったりはします。アレルギーっていうのはアレルギーっていう病気ではなくて、何のアレルギーなのかっていうのが一番大事なわけで、例えばじゃあチキンにアレルギー反応を示してるんだったら、チキン以外は何食べたって大丈夫だっていうことですよね。動物病院さんとかでね、血液を検査することで、そのアレルギーが何で出やすいかっていうことを調べるようなことができます。で、ただこれも 100% の正確性ではないらしいんで、あくまで参考程度に見ていただけるのがいいのかなというふうには思っています。例えば1歳の時に何々のアレルギーが判明して、うん、じゃあそのデータをずっとじゃあ5年後とか10年後も信じていいのかって、そうではないですよね、やっぱり。変わりますね。年齢がこう、うん、上がっていくにつれて、また新たなアレルギーも出てくるかもしれないし、人間で例えると大人になっていきなり花粉症になるっていうのと一緒で、そうそう、ワンちゃんもある一定の時で急にアレルギーがバッと出てくるようなことがあるんで、その辺はね、注意していただけるといいと思います。ということで、まあ、ためにはなってないと思うんですけれども、楽しんでいただけたらいいなと。ちょっとはためになったかもしれないですね。あ、そうね、あのいくつかはちょっとそういう有益な情報も紹介できたかなと思います。まあ、でもあるあるに関してはどっちかというと楽しんでもらいたいなっていう、うん、そうそう、あの僕らももう楽しくやってるんで、はい、ぜひ楽しんでみてください、はい、また第3回、第3回もね、第4回やっていきたいなと。やりますよ。思いますね。やりますよ。ただネタがやっぱりね、難しいね、うん、まあ、どうしてもね、やっぱりマニアックなネタとか、ね、ああ、そうね、誰が見ても分かってもらえないとやっぱね。そう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 。だから犬飼ってる人なら分かるけど、犬飼ってない人は分かんないだろうなとか、その辺のバランスとかもある、うん、またなんかぜひコメントとかであるある教えていただけると、特にこうペットショップで働いてる方とかね、コメントいただけるとすごく嬉しいなと思います、うん、もちろんその飼い主さん自身がまあコメントいただいていくのも全然嬉しいですし、はい、ぜひコメントお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バーイ。